メナマスードはカナダの俳優。映画アラジンでアラジン役を演じたことで有名。ミーナマスード、ミナマスードとも表記される。ファンネームなどはまだ存在しない。キリスト教徒のエジプト人の両親の子としてカイロで生まれた。二人の姉を持つ3歳の時に家族でカナダに移住。オンタリオ州マーカムで育ち、セイアンドレ・ベゼット高校を卒業した。一家で、 コプト星教会を進行して科学が得意で高校在学中に正規の大学の科目を受講できるアドバンストプレイスメントに参加できるほど成績優秀。またマスードは幼少期の頃から演じることが得意で俳優になるのが夢だったがエジプト系カナダ人という特殊な彼は小さい頃から夢を否定され続けていたため得意教科の科学を活かし、 トロント大学入学後神経科学を専攻。その後オーディションを受け、ライアンソン大学へ入学、芸術プログラムを卒業。2011年に俳優活動を始める。テレビドラマシリーズ、ニキータや、コンバットホスピタルで1話だけわずかな時間出演。2015年には、テレビドラマシリーズ、オープンハートのジェアード・マリック役。テレビドラマシリーズ、トム・クランシー。 CIA 分析官、ジャック・ライアンのタレクカッサー役を務めた。2017年、ウォルト・ディズニー・カンパニーが1992年のアニメーション映画、アラジンを実写リメイクした映画、アラジンの主人公、アラジン役にマスードを抜擢したと発表。アラジン役を演じることについてマスードは、テロリストでもなく悪いイメージもないキャラクターをついに演じることができることに興奮している。 アラジンにはとても良いイメージがある。感動的な映画の感動的な役だ。そんな役をついに演じられることにとても興奮している。と語った。2019年ティーンチョイスアワードを SF ファンタジー映画俳優として受賞。ビーガンであり、ビーガン、ベジタリアン、雑食であることではなく進化すること。環境、健康。 次世代のためにヴィーガンを進化させていくというモットーを掲げるヴィーガンを広めるためのブランド、エボルビングヴィーガンの創始者であり、インスタグラムツイッターで日々情報を更新、オフィシャルウェブサイトで T シャツなどのグッズ販売を行っている。ありがとうございます。